に抱かれるためには一つの言葉必要で、悪戦苦闘の連続をくぐりその一言を苦労、何かちょっとしたいきさつでそれが花開くこともあるし、時間ばかりただ費やしただけで何も起きないこともある。素直に次に会う時はあなたに言えるかな、好き。どんなこと考えた？嫌いなやつとある日友達になれた時どんな話した？大切な人が大変な時に求めているものは何？それは的確なアドバイスよりもすぐに輝き取り戻す、あなたに虹の七色を撒き散らしたいから、好き。信じてる神様、何もかもが違っても、誰かが誰かに抱かれるためには一つの言葉必要で、何かちょっとしたいきさつでそれが花開くこともあるし、時間ばかりただ費やしただけで何も起きないこともある。素直に次に会う時はあなたに言えるかな。